Dr. Noguchi's Total Smile. This program is brought to you by Noguchi Orthodontics, making beautiful smiles for a better quality of life. おはようございます。陽子です。おはようございます。矯正歯科医の野口です。ドクター野口のトータルスマイル。この番組は野口矯正歯科医院院長の野口伸一先生に歯の矯正治療についていろいろなお話をお伺いしております。さあ先生、今日はですね、インビザラインの正しい知識その3ということで、ここも皆様きっとすごく気になっていらっしゃるであろう、インビザラインの治療期間一体どれくらいかかるのか、これについて伺っていきたいと思うんですが。そうですね、この治療の期間というのは確かに皆さん心配されるところがあると思います。短期で、駐在でいらっしゃってる方とか、学生さんが今度別のところに行くとか、もしくは来年の春に結婚するとかいう方、特別な依頼があったりします。でやはり治療の期間ということを考えたときに、まずそのやはり難しさ、それぞれの歯によって治療の難しさが変わってくるわけですもんね。変わってきますね。従来のワイヤー治療についてなんですが、私昔よく聞いていたのが、もうずいぶん前ですけど、矯正治療ってワイヤーで治療すると3年とか4年とかかかるって聞いていた記憶があるんですね。で今そんなにかからないですよね。そうですね。ですから今ちょっと一般の全部の矯正の、一般論になりますけれども、特にその日本から来られた方ね、日本の治療っていうのがちょっとダラダラ長くなるものなんですね。そうなんですか。4年とか5年とかね。そう聞きました。はい。で聞いてるとちょっと気の毒になりますけど、あれはまあシステムの違いというのがあって、で今うちの場合長い治療でも20ヶ月以内で矯正、20ヶ月以内、はい、です。2年弱でフルの矯正でも、まとまるようにと。でそれがだからディフィカルティのなんだ、レベル2から3ぐらいかな、でそれ3以上になってくると例えば2年超えちゃったりしますけど、でも大体その20ヶ月あたりをメドにしてます。それはでも私が聞いていた印象よりもずいぶん短いですよね、そうですね、半分ぐらいの期間でできるということですか、はい、そうなんですね。でここがねやっぱりちょっと大切なところなんですけど、それじゃあ短くするためにはじゃあ歯を強く押せばいいじゃないかと、押したらそのダブルに動くんじゃないかというふうに考えられる方もいるんですけれども、そういうもんじゃないんですね。で以前に歯はどうして動くのかっていうお話しましたけど、その逆に強く押しすぎるとその歯を支えている細胞が死んじゃいますから、逆にスローダウンするんですね。だから最も生理的に正しいその押し方っていうのはやっぱりあって、それを最初から計画して治療に当たると全部の治療の期間が非常に短縮化されます。ワイヤー治療とインビザラインと比べたときに、インビザラインの方が長くかかるんじゃないのという質問を私友人からされたことがあるんですけど、そうですね、基本的にうちの場合にはちょっと統計が出てるんですけれども、インビザラインの方が場合によっては短いという、そうなんですか、資料もあります今、どうしてかっていうとですね、インビザラインの場合には一つ一つの動きをあらかじめ計画立てますから、そうすると今言っているように最も生理的な分量で歯を動かすと、それをしていくとその治療自身が意外と早く進んでいくというのがありますね。そうなんです、結局今は昔と比べてどん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 医療も技術も発達してますし、ドクター自身も経験や研究をされて、いろんな効率的な方法を生み出してくださってるじゃないですか、進歩してるってことですもんね。そうですね。でやっぱり、ね、どうしてそのインビザラインに時間がかかるかというその、イメージというか、これね以前はねそういうこともあったんです、往々にして、でどうしてかっていうと、そのインビザラインを続けていくにあたって、ね、治療が終わらなくなっちゃうことがあるんですね。正しい計画をしていないと歯がまっすぐ動かないじゃないですか、で一応インビザライン の治療が終わったにもかかわらず歯がまっすぐなってないと、終わったはずなのに、じゃあどうするかっていうと、その時にもう一度治療のし直しになるんですけれども、でそれもう一度型を取り直して、もう一度インビザラインの依頼をして、で次また二重アライナーとかで、それがね計画のうちに入っていればいいんですよ。陽子さんの場合最初からそういう予定だったからね。そうなんです、私まさに今先生がおっしゃったように、一旦終わって2個目の2つ目のセットで今装着始めたところなんですけど、もう最初からこの予定だったんですもんね、で陽子さんの場合にはねちょっと難しいケースだったんで追加治療って言いますけど、それはもう計画のうちに入ってて、あともう少しで終わるという段階に、それがね計画にのうちに入らない場合には、それがダラダラダラだと2回3回4回というふうにしてね、繰り返し治療が進まなければいけない状況が出てくるんですね。それで治療が
あっという間に倍以上になってしまうとか、期間がね、期間も費用も、だからそれが良、ね、くないですね、はい、なるほど、分かりました。じゃあインビザラインでの治療期間、まあ、場合によってはワイヤーよりも短くなることもありますし、必ずしもそっちの方が長いっていう情報も、まあ、正しいわけではないっていうのはね、今日皆さん分かっていただけたと思います。本当に私も実際に治療してみて、本当に想像よりもずっとずっと早く歯が動いてますから、あのきっとね、皆さんが思っていらっしゃるよりもうんと早く治療が完了すると思いますからね、まあ、気になる方はドクターのところに聞いてみていただいて。そうですね、だからいわゆるその間違った情報、まあ、それはあの少しでも正しい情報に変えるようにという努力の一環として、はい、まあ、こういったお話をねさせていただいてますけれども、はい、あのまあ、迷っているよりも聞いた方が話が早いだろうし。わかりました。このインビザラインのお話、本当にいろいろとまだ聞きたいことがありますので、次回も引き続きインビザラインについて別のお話をまた伺っていきたいと思います。じゃあ先生、次回もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ドクター野口のトータルスマイル、この番組はクオリティライフの向上に美しい笑顔を、野口矯正歯科の提供でお送りしました。